桑田さん、キリンラガーのうまさは熟成から生まれるのよね。ラガーは熟成がね、うん、そうとも言うよね。桑田さん、そうそう、だからうまいんだよね。ビールは味だ、キリンラガービール。それください。ハーフ&ハーフですね。どう調子は。うまい生&うまい黒、ハーフ&ハーフ新発売。キリンからバスローブ当たるよ。操作を誤った時、車がどこまでサポートできるか。急ハンドル時の横滑りを自動的に制御する VSC、 新しいマーク2チェイサークレスタに。そのエンジンはストレスを知らない。瞬時に加速する。そのエンジンは応える。ビームス誕生、新しいマーク2チェイサークレスタに。松井がうまく溜めてライト線にツーベース。このバッティングはどうですか、掛布さん。あのノーツーというカウントからね、よくあの緩いカーブを待ちましたね。これである程度吹っ切れた部分があるんじゃないでしょうかね。ですからこの巨人の3番4番っていうのは、この第一戦で自分のタイミングでも掴んできましたので ね、 ですよね、ということは次の打席の松井が非常に楽しみになってきま す、 す、ね、さあチャンスです。5回の裏、ツーアウトランナーが2塁と3塁、そして小林博士25歳。この場面どれだけ僕はそのインコースのボールを使えるかだと思いますよ。サイドで来ました。まあ腕当たってるだけに嫌でしょうからね、松田選手としてはね。清原さんももうペナントレースでも日本シリーズでも、はい、初球は必ずこういかなってきますよね。そうですね、もう多分落合さんも頭の中には入ってると思いますね。これはもう予測されてると思います。で今のこの左手小指を骨折した後ですから、ちょっと強引に狙っていくとのはどうでしょうかね。うん、そこでまた強引に打ってしまうとですね、あ、打ってしまうことだったんです。打ってしまうとかなりまたピッチャーの方にストライクゾーン広く使われますんで、ここは落合さん無理して打ちに行かないと思いますね。去年の日本シリーズではこの小林、あのオマリーとのですね14球一躍全国に名前を売りました。で今度はいきなり巨人の4番落合との対決です。これも非常に興味があります。ノートゥー、判定はボールノースリー。いいボールですけどね。今のは打たなかったというより打てなかったようなコースですよね。これはストライクでワンスリー。今シーズンの小林は開幕当初先発、しかしちょっと調子が上がらず中継ぎ、そして時折谷まで先発という形でした。今日の第1打席のセンターへのタイムリーヒットは、掛布さんに言わせると右手で打ったセンター前ヒット。そうですね。
ただヒットを狙いに行くとなんとなく落合は軽く簡単に打ってるように清原さん見えるんですよね。そうですね、本当は軽く打ったように見えますね。ワンスリーボール、フォアボール、ツーアウト満塁です。しかしこの場面は今日のゲームで大きなポイントになります。果たして小林が去年の日本シリーズオマリーをなんとか打ち取ったように踏ん張れるかどうか。バッターボックスはシェーン・マックです。初球空振りワンストライク。まあ、相手が斉藤投手ですからこれ以上点数が 1,2 点入るとちょっとね、まだオリックス1安打ですから ね巨人としては影さん、あと何点取れば逃げ込めるという体制になってきますか。今日の斉藤君の出来であれば2点あればかなり、打ったセカンド真正面、大島しっかり取って一塁送りました。三者残塁、小林を抑えました。1対0。37回目を迎えました日本シリーズですが、過去セントラルリーグが27勝、パシフィックリーグが19勝で迎えました。この巨人とオリックスの初めての対決、放送席は江川卓さん、武井正幸さん、そしてゲストとして清原和博さんですが、まあ、江川さん、はい、こうやって見ると斉藤投手の力がですね、ぐいぐいとオリックスの打線を封じ込めてるって感じですね。もうさすがという言葉がありますよね。ですからオリックスはちょっと驚いてるんじゃないでしょうか。ーデータにはあったでしょうけども、それ以上打ちづらいということでね。そうでしょうね。武井さん、はい、イチローのバットがですね、どうも湿りがちですね。少しね、自分が打席の中で打つ方向を決めすぎてるんじゃないでしょうかね。もう少しその斉藤君の投げてくるボールに対して自然体で打てるタイプのバットだと思いますので、あまり僕打つ方向を決めない方がいいと思うんですかね。そうですか。清原さん、はい、今日は松井が先ほどツーベースを打ちました、はい、でセカンドゴロ2つのこのイチローです、はい、そうですね、次3打席目というだいぶリラックスしてですね、やっぱり1本出たらまた全然変わってくると思うんですけどね。やはり日本シリーズの中ではそういうとにかく1本出れば1勝すればというのは非常に大きいでしょ。はい、やっぱり全然違いますね。あ、はい、6回の表に入ります。下位打線ブルーウェーブは9番にピッチャー小林と変わりました。セントラルリーグ本拠地のゲームはもちろんこの9人制ですが、 DS 制パシックリーグ第3戦からは神戸グリーンスタジアムでオリックスは取ることができます。まあ、それから大井監督はパリーグは予告先発、そういう中で、ゲームを行っていますが、それから対戦データもたくさんあるんですが、これを非常に参考しているようですね。清原さん、大井監督は。そうですね、まあ、前の試合で3本打ってもですね、次の試合出てなかったりそういうことでちょっと驚くこともあるんですけどね。そうですよね、はい、そういえば与城選手が言っていましたが、まあ、3本ヒット打ったのに次の日はファースト DJ なんですよねということもねあったりしまして、ただこのあたりはやはり選手の起用法はジグソーパズルのように、大井監督はいろんなことを考えて適性を考えて相手とこう見ながらやっぱり起用していってるわけですよね。さあ、先ほどのしかし2アウト満塁というピンチをしのぎました。この6回から果たしてオリックス反撃態勢取っていけるでしょうか。斉藤投手はとにかくこのオリックスの打線に対してヒットはわずかに1本、奪った三振がご覧のように7つなんです。もうちょっと打てると思ったと思うんですけどね。大井監督はね、昨日フリーバッティングでどうだ巨人のバッターと比べてうちのバッターの方は飛びの方はどうだと聞いてきたんですよねそれだけやはり自信を持っていたかもしれません。ただどうですか、初回の1点ということでね、
これだけ投げ切ってきて6回7回ぐらいっていうのはピッチャー一番辛いところではないんですかね。日本シリーズはね、普通の試合よりも少しこうやっぱ疲労度大きいですから。一塁塁間うまくさばきました。落合、斉藤、そしてあ動いてきます。早め早めに動いてきます大井監督。小林のところでピンチヒッターを起用しています。余剰がコールされました。山下さん、はい、堀内ピッチングコーチは斉藤について今日すごくいいと言います。先発はね3日前16日に伝えたそうです。ただ堀内コーチは言わなくても分かっていたみたいだと話していますね。で斉藤はペナントレース後半から良くなっていたけれども調整期間2週間の間にベストに持っていった、気持ちもピークに持っていったんだろうと言っています。球威コントロールとも文句なし、ペナントレース完封した開幕戦以上と言っていますね。長嶋監督も横から見ていてもスピードがすごいと言っています。もう最大級の褒め言葉用紙送ってますね。はい、言うことないですね。バッターバックスの余剰、巨人からこのオリックスに移籍しました。古巣巨人との対戦です。斉藤投手はそういえば後半戦6連勝、この勢いに乗って秋の日本シリーズ第1戦の先発です。高田、そして余剰、いずれもジャイアンツに在籍した選手、この日本シリーズで相まみえます。気持ちがもうちょっと緊張すればあの投げミスというのはあるんですけど、ものすごく気持ちも楽なんですよね、見ててね。ですから思ったところにコントロールされちゃってますから。これももう狙った通りですね。狙ったところちょっとボール気味に投げてるってところも思ったところですからね。斉藤の前にまだワンヒットピッチング、ヒット1本しか奪っていませんオリックスの打線。ただ掛布さん、本当にあの斉藤投手が球数が多くなるとちょっと嫌な感じなんですね。そうですね。ただ今日の場合はすごく順調に、カウントフルカウント新川三振、141キロのストレート、まだボールに勢いがあります。斉藤ずらっと伸びてきます。よく言いますがサイドハンド、このストレート140キロを超えるとオーバーハンドの145以上のスピード感を感じると言いますね。そうですね。今のはね、本人にしたらもうちょっとストライクゾーンに投げたかったんですよね。ちょっと投げミスして高くいっちゃったんですけど、勢いがあるもんですからやっぱりバッターにはストライクに見えるんですよね。これで三振の数が8個目。1番に戻って田口です。清原さん、はい、この斉藤投手は日本シリーズ過去あまりいい成績は残っていないんですが、はい、90年も90年西武倒した時も、はいはい、なんだか違うような気がしますか。そうですね、やっぱりあの斉藤さん自身も、うん、やっぱり今回のシリーズにはかなり欠けてるなっていうのが、あの画面を通して伝わってきますね。一郎にまだ今日ヒットは生まれていません。松井には今日第3打席でツーベースがありました。右中間ワンバウンドヒット、オリックス2本目のヒットは田口が放ちました。さあこれで3番の一郎まで回ってくるかどうか。ツーアウトからランナー出ました。まあ、お手本通りに右方向に田口が持っていきました。これですね、加藤さん。そうですね、こういう形のバッティングを、ゲームの序盤からしておくと、この6回、7回ぐらいはもっとその斉藤君が苦しい状態でマウンドにいるという姿見れたんじゃないでしょうかね。ただ江川さんね、あのオリックスの打線としては斉藤と初めての対決でやや第一戦
どういうピッチャーかなというのは分からない面もありますよね。まあ、あの映像では見てますが実際に対戦したことないわけですから、バッターボックス入ると思ったより伸びるしカーブは曲がるしちょっと面食らってたということでしょうね。ですからこれがつなげるかどうか、大島選手が一応選手つなげたかどうかというのがオリックスの一番の課題ですよね。つなげなければもう点数は入らないということですから、おそらくオリックスのファンもこの日本シリーズ第1戦、ここはなんとか大島につないでほしいという気持ちでしょう。扇監督としてはこの大島がとにかく近鉄時代からなかなかいい選手で2番の候補ということで欲しくてたまりませんでした。この大島が見事に今シーズン結果を出しています。さあ日本シリーズではどうか。それからもう一つ、あの加賀さんね、オリックスの方がこのジャイアンツのバッテリーを足で揺さぶってくるということも考えられます。そうですね、田口は一応スタートの構えだけ、バッテリーとしてはそんなに気にしていないんですが、ノートゥーとなりました。まあ、見る側としてはここでなんとかつないでほしいっていう感じはありますね。それをなんか入念に見たい感じするんですけどね。ファールボール、ワントゥー。167センチ、小柄な大島、なかなかしぶといんです。バントも前、今シーズンの犠打が29、粘りもあります。この場面はなんとか塁に出て一塁につなぎたいところですが、サワントゥーランナースタートを切った村田、セカンド送球、タッチしてタッチはセーフ、盗塁成功、足で揺さぶってきましたオリックス。ボールカウントは1-3。積極果敢に田口が走ってきました。河合がベースカバーですが、二塁塁審小林さっと両手を広げて盗塁成功、カウントは1-3。次は3番の一郎です。ストライク2-3、アウトサイドギリギリいっぱい。ここからつなげればオリックスの野球ですよね。斉藤はまだフォアボールを一つも出していません。さあ 2-3、 インサイドボール、フォアボール、一郎に回ってきました。さあ、ツーアウトランナー二塁一塁、得点圏に置いて一郎、今シーズンの一郎は得点圏の打率4割を超えています。大きな大きな見せ場が6回の表にやってきました。日本シリーズの第1戦、まあ、斉藤投手は今フォアボール出しただけに、初めてのフォアボールだけに嫌な感じですよね。清原さん、はい、イチローは早いカウントから打ってきます、はい、球を絞ってくるでしょう、ここは。そうですね、やっぱり、本当に初球から来ると思いますよ、はい、やっぱりボールはちゃんと見極める力を持ってますからね、本当にピッチャーとしたら嫌なバッターだと思いますね。あ、落としてきました、ワンボール。まあ、江川さん、そう簡単にストライクゾーンには投げてきませんね。一球、気負いのあるところを少しかわしたというピッチングなんですね、一球目はね。さあ、ご覧の得点圏の打率、二塁ランナーは俊足の田口です。
昨日のフリーバッティングでは思い切って振ってバッティング練習を行っていましたこのイチローです。三塁線ファール、あれがね、普通のピッチャーはね、僕フェアゾーンに入るんだと思うんですよ、ね、だからあのバッティングしてては今日はヒットにならないと思うんですね。先ほど加計さん言いましたけど、もう少し素直にバットにボールぶつけていかないと、狙ってレフト線っていうのはちょっとね、それにしては球の勢いが僕はあると思うんですよ。加計さんどう見ます？その通りですね。ピッチャーの足元詰まった、斉藤取った、一塁に送る、一度を打ち取りました、二者三塁。6回の表もオリックス無得点、1対0。無心になろうとするほど雑念が浮かんできて、まだまだ未熟です。足もしびれてます。クラウンマジェスタ、この車はまずオーナーを誇りたい。例えば顧問弁護士のように、例えばかかりつけの医者のように、コンサルティングから始めます。ソニー生命。一番搾りの約束は一番搾り麦汁だけで作ること。冷やしたグラスに大事に注いで。泡って綺麗だな。一番搾り、そろそろゆっくりビールを飲みませんか。斉藤が一郎を打ち取りました。ピッチャーゴロに仕留めた斉藤正樹、さすがにセントラルリーグの大エースの貫禄を見せつけたということも言えますが、加計さんどうですかこのバッティング。このボールよりもね、1球目はレフト線にファールしましたよね、はい、あれもやや真ん中気味のボールなんですけども、その真ん中気味のボールをあえて自分が体を崩して難しく打ってるんですよね。ですから先ほど江川さん言いましたように、もっと素直に来たボールに対してバットをぶつけていってあげればセンター前に抜けていくようなコースのボールなんですよ。イチローのお父さんですね、信之さん、ちょっと表情もいわゆる父郎さんも冴えません。親子だかと言われますこのイチロー選手を救ってきました。しかし今日イチローはいずれも内野ゴロ、セカンドゴロ2つ、そしてピッチャーゴロが1つ。清原さん、はい、今日のこのイチローのバッティングを見てペナントレースとちょっと違いがありますか、3打席。そうですね、やっぱりでも斉藤さんが本当に素晴らしいなと思いますね、オリックスは細かくピッチャーをつないできます。ピッチャーは伊藤です。そして右ピッチャー登場というところで、シカのところでルーキーの清水が起用されました。思い切りのいい初球から打っていくバッティング。巨人はこの日本シリーズ、今年の日本シリーズ、ルーキー西、清水と登場してきます。松井のルーキーの年と同じく今シーズンホームラン11本を放ちましたこの清水です。清原さんね、はい、この選手がなかなか生きがいい、思い切りがいいんですよね。そうですね、テレビでしか見たことないんですけどね、いつも思い切ったバッティングをするなっていうのは、まず第一印象ですね。一二塁間ニールピッチャーに投げて、この連携プレーはアウト。
清水、日本シリーズの初めての打席はファーストゴロ。ただ日本シリーズこの西と清水のバッティングも非常に注目されています。したがってこれからこの2人が、まあ、あの長嶋監督の時のヤングボーイ、これも鍵だということですが、掛布さん楽しみですね。そうですね、どういうバッティングしてくるか。そして元木大輔です。日本シリーズまだヒットが出ていません。清原さんがあのゲーム前、はい、今日元木に頑張れよと声をかけていましたが野球センスは抜群なんですよね。そうですね、やっぱりこういう試合ってのはやっぱり彼も絶対好きだと思うんですよね。あ、なんかやってくれそうな気がするんですけどね。よく言われますが、あの目立ちたがり屋と言われるんですが、そうですね、そういうのはやっぱりご存じなんですか。同じ やっぱり絶対そういうのあると思いますね。僕もあのこういう時はそういう気持ちですね、やってましたんで。やっぱりそういうものがないとこういう舞台ではなかなかあの積極的にいけないでしょうね。そうですね、やっぱりあの MVP 狙ってですね、ちょっとホームランでも打てば大概が手に入ったかなという感じでやってましたけどね。いい当たりですが、大島回り込んで取って2アウト。ただ江川さんね、はい、あの聞いてはいましたが、本当にオリックスはピッチャーのことが早め早めと。早いですね、確かにね。タイミングが次から次に来ますね。去年の日本シリーズでも延べ12人のピッチャーを登場させました大井監督。ちょっと一人一人が特徴がありますからね。これはあの相手チームにとっては嫌でしょうね。日本シリーズの前にオリックスはシリーズ用に備えて16人のピッチャーをずっと調整させていました。一方の巨人の方は13人です。よく言われることですが、この攻撃の方の数字も、それからこのピッチャーの使い方も、なんとなく早め早めの交代で長嶋監督、大井監督タイプが似てると言われます。そうですね、村田は三振で6回の裏三者凡退。日本シリーズ第1戦1対0、巨人が落合のタイムリーの1点を守っています。